皆さんおはようございます。大です。現在私は JR 中津川駅に来ています。今回この動画はまさかの飯田線直通稲北行きの中央西線に乗ってみたということでお届けしていきます。ここ中津川を通る長野県方面の中央西線といえば渚や木曽福島塩尻といった船内間欠をはじめ篠ノ井線に直通し松本や長野まで運転されています。しかし本日2023年10月7日飯田線沿線の長野県伊那市で開催される JR 東海のウォーキングイベント爽やかウォーキングへのアクセス列車としてここ中津川から飯田線へ直通する臨時列車が運転されるらしいんですよね。東西の中央線をまたぎ2度のスイッチバックをして飯田線へ直通するなかなか珍しい列車ということで今回は中津川から伊那市までまさかの飯田線へ直通する中央西線乗り通してみようと思います。ということで JR 中津川駅の改札口にやってきました。今回使う切符はこちら秋の乗り放題パスです。こちらの切符でね早速改札で入場していきましょう。今回乗車する飯田線直通の臨時列車っていうのが3番乗り場から7時17分発です。普段ない行き先ということでデータがないからかね行き先のところは空白になっていますね。そしてやってきたのが JR 中津川駅2、3番線です。乗車する飯田線直通の臨時列車っていうのが3番線から7時17分発です。列車まだ3番線には来ていません。この後6時56分頃東海道本線の大垣車両区より回送列車として入線してきます。中央線のね回送列車といえばね人量なんですが今回の臨時列車というのはね大垣から回送列車としてやってくるんですね。なかなか普段とは違う感じになっています。 JR 東海ではスマートフォンの普及によりネットでね時刻表を見る人が増えたということからホーム上にある時刻表っていうのは撤去されているんですね。ただ中津川駅っていうのは JR 東海社は珍しく時刻表が設置されています。見ていくとですねほとんどが渚や松本といった普段の行き先長野まで行くのは特急信濃号となっています。飯田線への直通列車というのは普段設定されていないことこれ見ると分かりますね。定期列車しか存在しないということでね今回乗車する7時17分発の稲北行き臨時列車この時刻表には載っていないわけです。中津川駅3番線には7時17分発中央線の東西をまたぎ飯田線へ直通する臨時快速稲北行きやってきました。こちら JR 東海の313系です。側面表示はフルカラー LED になっています。普段設定のない稲北行きということでねデータが入っていないからか臨時単独の表示になっていますね。それでは早速飯田線直通の中央西線乗車していこうと思います。発車までに時間があるということで車内保温も兼ねてドアは半自動扱いになっています。ドア横のボタンを押すとこのようにね扉が開くわけです。車内はこんな感じです。転換クロスシートになっています。車内ドア上にある停車駅案内です。この列車大垣車両区の車ということでね名古屋近郊の停車駅案内があるわけです。まあ、見ていくとですね関西線や紀勢線東海道本線竹豊線中央西線中津川以南が出ています。今回この列車はですねこの路線停車駅案内の外をねひたすら走行していくわけです。また優先席付近には JR 東海全体の路線図があります。現在いる中津川っていうのがここなんですね。ここから臨時快速列車ということで中央西線をひたすら塩尻まで走っていった後列車の進行方向を変えてね中央東線へ入って岡谷そして辰野で
終点の稲北まで走るといった感じになっています。この列車ね、一旦ね JR 東日本を挟んで中央西線と飯田線を直通していくわけです。飯田線といえばね、秘境駅が多くてですね、駅数もめちゃくちゃ多いということで、まあ、名古屋からねこういう風に行くと結構大変ということでね、中津川から中央東線をね挟んで飯田線へと直通する列車で運転されているわけです。7時14分頃には名古屋方面から稲北行きの臨時快速に接続する中央西線中津川止まりの臨時快速がやってきます。あちらの列車ね、普段の中央西線快速列車よりも停車駅少なめで運転されています。名古屋方面からね稲北へうまくアクセスできるように設定されているわけです。3両編成ということでね、この列車名古屋から中津川間の中央西線、まあ、8両編成で統一されているということで、いや比較列車として走れないということでね、乗り換えが必要になるんですが、こんな感じで運転されているわけです。7時17分中津川駅を稲北行き飯田線直通の臨時快速列車発車していきます。この列車特急もびっくりの停車駅の少なさですね。この稲北行きの臨時快速列車、特急もびっくりの停車駅少なさになっています。中央西線内は途中木曽福島しか止まらないということで、それ以外の駅は全て通過していくわけです。中央西線坂下多良地間のちょうどこの辺りに岐阜県と長野県の県境があります。ここから先列車はしばらく長野県内を走行していくことになるわけです。中津川以北の中央西線ではポイカなどの交通系 IC カードを利用することができません。そのため車掌さんが一人一人車内改札していくんですよね。この列車は途中木曽福島、塩尻、岡谷、辰野、稲松島、木下、稲北の順に特急列車もびっくりの停車先の少なさで運行していくんですが、秋の乗り放題パスといったお得な切符で乗れるというのは結構ありがたい話ですよね。列車が現在通過しているのが渚駅です。一部信濃号も止まる特急停車駅なんですが、この臨時快速列車は容赦なく通過していきます。渚通過っていうのもなかなか珍しい話ですよね。現在走行している中央西線は特急信濃号が定期列車だけでも1日13往復走る特急街道な上、木曽山地を越えていく路線ということもあるわけなんですが、実は所々に単線区間が残されています。メインの中央西線特急街道ということで線路状態はいいんですが、カーブが結構急になってたりします。この区間を走る特急信濃号っていうのは振り子式車両で、カーブの際に過度な減速をせずに高速通過できるようになっているわけなんですが、乗車している313系の列車というのは振り子装置ついていないということもあってね、結構速度が制限されるわけです。中央西線倉本有松間には長線路の継承地にして浦島太郎伝説の掘る寝覚めのとこを通過していきます。ところどころに単線区間のある中央西線、交換待ちの手間を省くために複線区間ですれ違えるようにうまくダイヤが組まれています。この臨時列車も例外ではないですね。木曽福島です。1番線の到着、出口は右側です。
ドアは自動では開きません。ドア横の開けるのボタンを押しておりください。ドア横の開けるのボタンを押しておりください。この列車は木曽福島を出ますと塩尻に止まります。中津川を出てから45分やってきたのが木曽福島駅です。中津川からマジでノンストップでやってきたんですね。中津川木曽福島間特急信濃号だとだいたい40分、普通列車だと1時間かかります。この列車45分で走るということでね、本当特急列車顔負けの快速列車だったわけです。8時2分、中央西線内唯一の途中停車駅である木曽福島駅を列車は発車していきます。次の停車駅は塩尻です。塩尻まで途中の駅は全て通過していくわけです。さて、稲北行きの臨時快速列車木曽福島を出たわけなんですが、実は稲北っていうのはこの辺りからちょうど木曽山脈を挟んだ反対側にあるんですよね。道路だったら直通でつなぐ場所もあるわけなんですが、鉄路になるとどうしてもね、直通する線路がないということで、わざわざ塩尻、岡谷を経由して稲北へこの列車は向かっているわけです。前に列車は松本方面の下り線から上り線へと転線していきます。普段ね、下り列車が到着する塩尻駅の6番線、中央東線にね直接入っていけないということでね、4番線の列車到着するんですよね。そのため4番線入るための上り線へとね一旦転線し、少し逆走していくわけです。塩尻到着直前に新宿方面からのね中央東線と合流します。中津川を出てから1時間15分やってきたのが塩尻駅です。この列車は飯田線直通の稲北行き、ここから先列車の進行方向を変えて中央東線へ入っていきます。珍しい中央線東西またぐ列車ですね。またこの塩尻駅では JR 東海から JR 東日本への乗務員交代、各方面からの接続列車待ち合わせのため26分ほど停車時間があります。ちょうど長野方面からは特急信濃4号が、小野方面からはね辰巳線の松本行きがやってきたわけです。塩尻駅の駅名表です。左側北へ進んでいく路線が信濃井線なのに対して、右側南へ進んでいくのが中央本線になっています。オレンジが JR 東海の中央西線、小野が辰野線、緑子が中央東線になっています。このね塩尻駅3、4番線からは中央東、中央西、辰野線3方向に中央線が出るようになっているわけです。これもなかなか面白い駅名表ですよね。 JR 塩尻駅の改札口前にやってきました。ここにはね各方面の列車発車案内があります。乗車している臨時快速列車、側面表示は臨時単独表示なわけなんですが、こちらの列車発車案内にはですねしっかり臨時快速稲北と出ているわけです。しかも何ですかこれ、先に岡谷方面に行くのは普通列車の甲府行きじゃないですか。なんとねこの塩尻駅で臨時快速は甲府行きの普通列車と関係接続するみたいですね。
また塩尻駅といえば 1,2 番線エスカレーター横にめちゃくちゃ狭い蕎麦屋さんがあります。停車時間26分あるということでね、これ蕎麦を食べるっていうのもありかもしれません。ただね、ちょっとねご覧の通りね、人が結構いらっしゃるということで私が入る隙間はなさそうですね。8時57分隣の6番線に後続の特急シナの1号長野行きがやってきました。一応ね、名古屋7時発でも稲北駅の臨時快速に乗り継げるようになっているんですよね。隣の1番線には松本からの普通列車甲府行きがやってきました。普通列車の甲府行きが先に岡山方面に向かうということでね、逆環球接続がこの塩尻駅では発生するわけです。ということで9時ちょうど1番線から普通列車の甲府行きが発車していきます。9時8分列車の進行方向を変えた臨時快速の稲北行き塩尻駅を発車していきます。ここから先中央東線を岡山で走行していくことになるわけです。塩尻発車後すぐに先ほど走ってきた中津川方面中央西線とお別れしていきます。ご利用くださいましてありがとうございます。本列車飯田線参ります。臨時快速の稲北行きです。列車この先岡谷、夏の稲松島、木下、終点稲北の順に停まります。次の岡谷には9時20分、夏の9時44分、稲松島9時59分、木下10時2分、終点稲北には10時15分の到着です。中央東線に入った稲北駅の臨時快速列車、すぐにですね小野経由で辰野に向かう中央線辰野支線とお別れしていきます。列車が現在通過しているのは緑港駅です。 JR 東海の車がね、この緑港を通過するのは定期列車では設定がありません。結構珍しい光景になっているんですよね。岡谷到着前、辰野支線が合流してきます。乗り換えのご案内いたします。航空八王子方面もあります。東京駅16号東京駅は1番線から9時26分です。中津川を出てから2時間3分、やってきたのが岡谷駅です。ここから先進行方向を再度変え、列車は辰野支線へと入っていきます。列車の進行方向が変わる、また東京方面からの特急あずさ1号と接続を取るため、稲北駅の臨時快速は岡谷駅で9分ほど停車時間があります。隣の3番線には新宿7時ちょうど発の特急あずさ1号がやってきました。新宿からもね、この稲北駅の臨時快速に乗り継げるようになっているんですよね。今回乗車している臨時快速の稲北行き、中津川ではね行き先の表示がなかったわけなんですが、塩尻や岡谷といった普段飯田線直通列車が出ているような行き先だと列車発車案内に行き先が表示されているわけです。しっかりね岡谷駅の列車発車案内も快速稲北と出ています。9時29分、再度列車の進行方向を変えた稲北駅の臨時快速岡谷駅を発車していきます。ここからね辰野支線を経由し飯田線の方に向かっていくわけです。中央線辰野支線に入った臨時快速の稲北駅、高架を下ってね走ってきた中央東線とお別れします。列車によってはね、この中央東線との分岐の区間でね並走したり様子も見ることができるわけです。中津川を出てから2時間17分やってきたのが途中駅の川岸駅です。旅客案内所通過駅ではあるんですが、岡谷行きの普通列車と行き違いのため運転停車します。運転停車ということでね、
半自動を含めドア扱いはありません。行き違いの飯田線からの普通列車岡谷行きがやってきました。飯田線からの列車ということでね、 JR 東海の車ですね。9時38分、川岸駅を発車していきます。 JR 東日本の駅なのにね、東海車同士の行き違いっていうのもなかなか面白いですよね。現在走行している中央線辰野市線、実は昔は中央本線として特急あずさ号などが運転されていた路線になっています。ただ1983年、塩嶺トンネル緑子ルートが開通すると、特急列車を含めほとんどの列車が新線経由となり、この辰野市線というのは旧線として細々と残っている感じになっています。ただ岡谷から辰野までの現在走行している方に関しては、飯田線の直通列車が1日に何本も通り抜ける JR 東日本の路線なのに、 JR 東海の車の方が走る、なかなか面白い区間になっているんですよね。中津川を出てから2時間27分、列車がやってきたのが長野県にあるもう一つの JR 東日本 JR 東海境界駅、辰野駅です。辰野から先臨時快速の稲北駅は JR 東海飯田線に入っていきます。そのためこの辰野駅では JR 東日本から再度 JR 東海へ乗務員交代していくわけです。時間調整も兼ねてね、この辰野駅では5分ほど停車時間があります。辰野駅の駅名表です。塩尻駅と同じようにですね、会社によって路線の色が分かれているわけです。ここからね、飯田線 JR 東海に入っていくのが駅名表を見ると分かりますね。9時49分、辰野駅を稲北駅の臨時快速発車していきます。ここから先列車はついに JR 飯田線へと入っていくわけです。ご乗車ありがとうございます。臨時快速列車稲北駅です。辰野発車後すぐに中央線辰野支線と発車します。ここを通っていってね、塩尻につながるわけです。一番後ろの車両にございます。今回のコースでは私たち乗務員の職場である稲松市の入区を一般公開いたします。工事用車両の展示、またリニア中央新幹線の紹介や鉄道模型、地域の方々による地元名産品の販売、そして稲北高校吹奏楽部による演奏などもございます。ぜひ稲松の入区へお立ち寄りいただければと思います。なお天候によって内容が一部変更になるといいと思います。あらかじめご了承ください。飯田線内に入ってもこの列車は通過駅が設けられています。稲新町駅通過中です。飯田線の稲エリア、快速列車が数本設定されているものの、ちょこちょこ停車駅があるということでね、こんなに走っていくっていうのもね、結構珍しくなるわけです。中津川を出てから2時間42分やってきたのが稲松島駅です。稲松島運輸区最寄り駅ということでね、運輸区の方々がですね、横断幕でお出迎えです。10時1分、稲松島駅を稲北駅の臨時快速発車していきます。地域の皆様が進めておられる森林整備の取り組みを南アルプスの育みの森として支援しています。この取り組みを通じて森林が吸収した CO2 吸収量を活用し、開催当日の飯田線・井戸部線の列車を実質的に CO2 排出ゼロで運転する環境に考慮したコースとなっております。それがウォーキングにご参加のお客様、まもなくスタート駅の木下です。本日は当初のウォーキングイベントにご参加いただきましてありがとうございます。降り口は右側です。稲松島のお隣、木下駅に列車がやってきました。この木下駅がですね、
今回の爽やかウォーキングのスタート駅になっています。ただね、木下で折り返しができないということで、次に折り返しができる稲北行きとして列車は運転しているわけです。普段はこの木下駅無人駅です。ただね、爽やかウォーキング開催ということでね、臨時改札をここでは行っているわけです。10時6分、4分遅れでね、木下駅を稲北駅臨時快速列車発車していきます。飯田線といえば秘境駅を巡り山間部を走行していくので結構のんびり走るっていうイメージがあるんですが、稲エリアっていうのは平坦なところを走行していくということもあってね、結構スピードが出るんですよね。ありがとうございました。まもなく稲北です。終点の稲北です。出口右側です。というこの開けるのボタンを押しておいてください。なおこの列車回送列車となります。引き続きのご乗車いただけませんのでご注意ください。ありがとうございました。稲北です。中津川を出てから3時間ジャスト、2分遅れでやってきたのが終着駅の稲北です。乗ってきた313系は折り返し回送列車として稲松島運輸区の方に移動した後、爽やかウォーキングのゴールである稲松島を14時46分に発車する臨時快速中津川行きとして運転します。まさかの飯田線に直通、中央西線稲北行きに乗ってみた動画いかがだったでしょうか。JR 東海のウォーキングイベント爽やかウォーキング、飯田線沿線ではちょこちょこ開催されるんですが、飯田や天竜峡といった飯田線の中間ぐらいだと豊橋から臨時列車が運転されるのに対し、長野県伊那市で開催される際は中津川から臨時列車が運転されます。おそらく今後も同じような感じになると思いますので、中央線東西をまたぎ飯田線に直通する中央西線から飯田線の直通臨時列車、皆さん興味があればぜひ一度利用してみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。